さんどこだよ。ここで待ち合わせっつったのによ。とにかくあの事業は今すぐ売却するんだよ。え？もったいない？いつも言ってるだろう。ビジネスと女性はキャッチアンドリリースだ。綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放す。だから価値が増すのさ。ん？オフィスに戻れだって？オーマイガー、何のために君らに高い給料を払ってると思ってんだい。僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよ。ふう、やれやれ。よ、忙しそうなそこのあんた。What？ この辺でガタイのいいおっさん見なかったか。ガタイのいいおっさん？ Sorry、 僕の目には綺麗なレディしか見えないんだよ。おっと、そうかい。待ち合わせかな。相手に電話してみるといい。あ、そういや足立さんにスマホもらってたな。ちょっと待てよ、電話のかけ方どうやんだ。おや、慣れてないようだね。貸してみな、僕がレクチャーしてあげよう。お、いいのか。なーに、お安いご用さ。おお、こら、見つけたで。もう逃げさんぞ、こら。大見連合、くそ、こんな時に。あれ、日光方、どない落とし前つける気や。 Who are you？ どちらさん。だ、踊れ、わしらに不良物件売りつけてやる。ああ、さてはこの間のヤクザ屋さん、我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいた。あの店絶対儲からんやんけ。どない落とし前つける気や。おかしいな、僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどね。アホ抜かせ、毎日大赤や。おなごはどんどん辞めるし客も入らん、デッキ代も払えんわ。ははは、そこは君たちがもっと営業努力をしないと。なんやと、もともと不良物件やったんちゃうんかい。倍額で買い取れや。わお、ナイスジョーク。もっとれ、大見連合なめとるか。待てよ。なや、この人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ。用があんなら列に並びね。なんやと。あ、ちょ待ってください。こいつ赤スーツのもじゃもじゃ頭や。ほら、兄貴たちが言うてましたや、登場会の残党がおったって。それが赤スーツのもじゃもじゃ頭。ほんや、
野郎、もじゃ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 言いやがって。君もなかなかトラブルメーカーみたいだね。あんたニック大型だったか。危ねえからちょっと下がってない。ここは任せちゃっていいのかい。なあ、そん代わり片付いたらスマホの使い方を教えてくれ。オーケー。ぐちゃぐちゃ抜かしよっていてまうとくら。やってもらう、やってやるぜ。俺の番だな。とっておきだ、見せてやるよ。こりゃ、なきゃ、こりゃ。よし、行こう。とっておきだ、見せてやるよ。なめんなよ。俺の番だな、とっておきだ、見せてやるよ。よし、行くぞ。元気満々やで。行くぞ。なげえ。俺の番だな。はっ。よっしゃ、勝ちだ。ああ、痛そう。で、本当のとこ。こいつらに言ったのは不良物件だったのか。まさか。月数百万円は売り上げてたんだ。ガールズバーにしては優良物件さ。そいつをなんでこんな連中に売ったんだ。あんまりしつこくみかじめを要求してくるもんでね、何度も断ったのに。そない楽に稼いどったら月10万くらいええやっけ。だから僕は言ってやったんだよ。そんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって。そんでこいつらに店を売ったってのか。イエス、さっきこいつら言ってたろ、月10万円くらいって。僕はいくつもビジネスを手掛けてて、毎月何億って金を転がしてる。しかしそれができるのは月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得てるからさ。なるほど。だからこいつらにも10万円の重みを味わわせようと。そういうこと。案の定彼らはその重みを思い知らされたようだね。ビジネスってのは女性と一緒さ。追いかける一方じゃ相手は逃げていく。要は駆け引きと愛情だが、それを続けるには努力が必要だ。どうだい、まだあの店を続けるかい。もうゴリゴリや。あんな店持っとるだけで借金が増える。なら僕が買い戻そう。ただし君らが買った時の半額でだ。くそが、それでもほんのじゃ。ところで君、名前は？春日だ。春日一番。一番？へえ、ナンバーワンってことかな。は、僕はニック尾形だ。今回は助けられたね。感謝する。おお。で、それはそうとさ。スマホの使い方だろ。もちろん忘れちゃいないよ。じゃ、早速教えよう。一番のスマホを出してごらん。おお、これでなんとか使えそうな気がするぜ。サンキュー、ニック。どういたしまして。よかったらこれも何かの縁だ。時々メールを送らせてもらってもいいかい。これからはメル友だ。なあ、まあいいんだけどよ。俺はちょっと訳ありだぜ。今日無所を出てきたばかりだ。ハハ、ノープロブレム。そんなの僕は気にしない。一応言っとくと、罪状は殺した。おっと、そうなのかい。それはまた。ずいぶんとバカ正直な男だね君は。ますます気に入ったよ。そうか。大丈夫、安心していいよ。僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんでね。君よりもよほどうさんくさい友人だって一人や二人じゃない。
ちなみに言っとくが、俺の周りにはあんたほどうさんくさいやつはいないな。これはご挨拶だね。一番に一本取られたよ。お、じゃまたな一番。無理に連絡くれなくてもいいんだぜ。悪いが意地でもメールさせてもらうよ。おい、カズマ。なんだよ、今のあいつは。俺の初めてのメール友だよ、足立さん。はあ？そっちは今までどこ行ってたんだよ。ここで待ち合わせっつったのはあんただろう。いや、ちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋にな。で、久々に特盛り頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。俺も年だね。お前の方はどうなんだ。これから近江の会合に潜り込むんだぜ。しっかり準備できてんだろうな。いらっしゃいませ。いた。ごちそうさん。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。なんだ、殺す。なんだ、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 なんだ
じゃねえぞ。マジか。なあ。おい。ち。本当にこんなところから行けるのかよ。あのビルに繋がってるはずだ。ただ変な奴らも住み着いてるから気をつけろよ。おこんぞば、何見てんだ。頭かち割るぞ。いざげんしねえぜ。俺の番だな。とっておきだ。見せてやるよ。やってみろ。かかってこいよ。どうしたら来いよ。ほら来いよ。やってやるよ。やるか。これは許さねえ。ザコが取っておきだ。見せてやるよ。俺の番か。100万年早いんだ。あったな。よっしゃ。
許さねえ。なめんな。仕留める。よし、行くぞ。だってめちびるんじゃねえ。ぶっ殺してやる。容赦しねえぞ。俺の番だな。とっておきだ。見せてやるよ。俺の番か。なめねえ。ほら、よし、行くぞ。とっておきだ。見せてやるよ。どうするかね。よし、いい喧嘩だったぜ。しいけるじゃねえか。
なめんな。俺の番か。行くぜ。ほら来いよ。もう許さねえ。行くぞ。俺の番だな。ざけんなよ。かかってこいよ。どうするかね。これでかかってきなよ。よっしゃ、行くぞ。引き上げられ。俺の番か。よし、楽勝だな。おっと、何見てんだよ。兄ちゃん、財布を行くぜ。放射しねえぞ。俺の番だな。仕留める。なめんなよ。ほら来いよ。どうするかね。本気出せよ。やってやろう。立つな。よし、行くぞ。ジャック、おら、くらえ。どうした、どうした。気合いが行くぜ。なめんなよ。くらえ。頭きた。どうするかね。100万年早いだったぜ。強くなった気がするぜ。頭かち割るぞ、これ。おいよ。よし、行くぞ。とっておきだ。見せてやるよ。俺の番か。来てみろ。行くぞ。俺の番だな。とっておきだ。見せてやるよ。どうする。腰が張るぜ。こんなとこから出てきやがって。おい、侵入者だ、捕まえろ。頭かち割るぞ。手加減しねえぜ。俺の番だな。とっておきだ。仕上がれてやるよ。どうするかね。ほら来いよ。やってやろう。くらえ。どうした。
やんの？取っておきだ。見せてやるよ。俺の番か。してみろ。行くぜ。これ。さあ、からげ。よっしゃ。俺の番だな。取っておきだ。見せてやるよ。どうするかね。それだ。ほら来いよ。おい、中華料理屋なんてねえぞ。どうなってんだ。ち、屋上に出て様子を見るぞ。な、何も言えお前。しびるんじゃねえぞ。やってやるぜ。俺の番だな。とっておきだ。じゃあ、俺の番か。なるほど。行くぞ。なあ、よし。うん。ほら。どうするかね。よし、楽勝だ。おう。成長できるとはな。
大丈夫か？大丈夫だ。あの階段を降りりゃ幹部会の会長だ。話を聞いてくれ。俺は神奈川県警のもんだ。ここは俺が食い止めておく。お前先に行け。あだつさん早く行け。俺も必ず追いかける。てめえ何者だ。ボコボコにしてやろうぜ。やってやるぜ。俺の番だな。おいオラ、本気で食いや。俺見せてやるよ。取っておけ。オラ来いよ。城の頭。ああ、久しぶりだな。一、いつ出てきたんだ。俺の出所なんて気にもしてないでしょ。いじけたこと抜かすね。頼りの一つでもくれりゃ向かいの一人ぐらい出してやってたぜ。特別にな。近江の大門ぶら下げた人間の出迎えなんていらねえっすよ。親父にくっついて近江に寝返ったんすか。寝返る。おいおい、やめてくれよ。このご時世当たり前の身の振り方をしただけさ。それにしても一、たとえ登場会が残ってたとしても誰もお前の迎えには行かねえってことぐらいわかるだろう。忘れてねえよな、てめえが絶縁された身だってことをよ。俺は迎えのことなんて何とも思っちゃいませんよ。絶縁のことだって忘れちゃいません。じゃあなんだ、金でもせびりに来たか。ずいぶんな言いようですね。俺が誰の身代わりで18年も臭い飯食ったか分かってんすか。十分分かってるさ。
分かってねえのはてめえの方だ。何？今夜は親父にとって大切な席だ。ことを荒立てて台無しにしたくねえ。自分で決めろ。おとなしく帰るか、ここで殺されるか。その扉開けて親父に会います。ふん、昔からてめえのふぬけ面見るたびにいつかぶっ殺してやるって思ったもんだ。偶然っすね。俺も頭に殴られるたびに同じこと考えてましたよ。それなら18年越しに叶えるとしようか。お互いの夢をな。負けても文句は言わんでくださいよ、頭。一、覚悟はいいな。よし、行くぞ。見せてやるよ。とっておきだ。俺の番だな。見せてやるよ。とっておきだ。行くぜ。なーりゃ。こんなのはどうだ。死ね。てりゃ。よし、行くぞ。おう、どうした。見せてやるよ。とっておきだ。俺の番だな。見せてやるよ。とっておきだ。気配が変わった。それにあの構え、警戒した方がいいな。よし、行くぞ。見せてやるよ。とっておきだ。俺の番だな。見せてやるよ。とっておきだ。できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。一、お前にその覚悟があんのか。18年、俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。おやつさん、どなたかね。これは失敬、私宛ての客人です。
やっぱり来たか。やっぱりな。お前だけは裏切らねえな。おやつさん、聞いてください。どうして。こんな日にトラブルですかな。いえ、トラブルではありません。心配なさらず。おやっさん、すべては予定通りです。すまねえな、イチ。死んでくれ。ようやく目覚ましたか。今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな。水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、まあ、立てんなら問題に。さっさとお家に帰るんだな。え、母ちゃんとかかみさんとか子供とか誰かは心配してんだろう。こりゃ迷惑はごめんだ。ああ、そうそう、場所は適当に自分でやってくれ。あの世を。おい、あの男はやっぱ死んだか。死んだだろ。いや、生きてるよ。え、なんだよくさ、俺の負けか。悪いけど負け分はつけて頼むよ。分かったよ。しかし釣り糸で縫っただけでよく治せるもんだ。さすが元看護師だな。ああ、この男の生命力あっての結果ってとこだ。ああ、なんてしぶとい野郎だ。お前が死ぬ方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。ああ、なんでその目。じゃあお前が負け分払ってくれんのか。やめろバカモン。それより今日は久しぶりに大量だ。あんたも一匹食うか。お、お裾分けしてくれんのか。でもカセットボンベを切らしててな。一本調達してくれたらそれと魚は交換だ。ああ、マジかよ。仕方ねえ、ちょっくら探してくるから待っててくれ。あのよ。どうした。その、
いろいろ聞きたいことが。とりあえずここはどこだ。偉人町だよ。偉人町。偉人町、伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。知ってるだろ、横浜。はあ、横浜。なんで俺が横浜に。そんなの俺は知らねえ。3日前かな、夜中周りが騒がしいと思ったら、仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよ。ゴミ捨て場に捨てられてたっつってな。死んでるかと思ったんだが、気を失ってるだけだった。死にかけちゃいたけどな。で、あんたが手当てを。うん。でも見りゃ分かる通り、ここじゃろくな手当てはできねえ。助かったのはあんたがしぶといのと、弾の当たりどころが良かったことだ。弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず背中から抜けてた。軌道がちょっとでもずれてたら、あの世行きだったはずだろ。そっか、ありがとね。つまりあんたは命の恩人。勘違いすんじゃねえ。え？ここで死なれちゃ俺らが困るんだよ。困る？殺人事件となりゃ警察が来て目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ、バカかお前。いいか、そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。自分で言いたくもねえが、俺らは不法居住者なんだ。そっか。しかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの、迷惑どころか命取りになる奴だっているんだ。わかったか。わかったよ。いや、とっとと自分の家に帰れ。自分の家。すまねえな、イチ。帰る場所なんてねえんだ、俺には。うん、迷惑はかけねえ。少しの間だけここで休ませてくんねえか。やだね。頼む、ちょっとだけ助けると思って。助ける？まさかお前、俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか。俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいるとその分誰かの食い口が減る。大迷惑なんだよ。さっさと消えろ。分かった。傷もまだ治ってねえし、体力も限界。倒れて当然だ。しょうがねえ、少し休んでけ。ありがてえ。あんたなんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ。それだけだ。そうだったよな。でも恩に着るぜ。とはいえ、まずどうしたもんかな。どうしたもんかって何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上俺の言うことを聞け。ああ、分かった。お前、名前は。一番、春日一番だ。うん、偽名を使うとは意外と用心深いな。まあ、こういうとこじゃ偽名を使うのは普通だ。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。え、そうなのか。ああ、これは失敬。ああ、うん、じゃあ一番でいいな。なあ、であんたは。ナンバだ。ナンバ。偽名なんだろ。さてどっちでしょうか。興味ねえよ。そういうこと。
ここではそんなのはどうでもいいんだ。ところでお前、少しくらい金持ってんのか。一文なしだろ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろ。でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだ。村長？ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあ、お前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。上納金ってことか。うん、そうとも言えるが、ちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには、汗水垂らして金を稼いで、でもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか？わかった。でもどうやって稼げばいい？教えるって。夜までに少し稼ごう。ついてこい。さて、じゃあ始めるとするか。始めるって何を？稼ぎ方を教えるって言っただろ。よく見とけ。これが俺たちの稼ぎ方だ。稼ぎ方ってこれかよ。かっこ悪いな。かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ俺たちは。プライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞ。ん？この感触は500円玉。え？本当か？ああ間違いない。今日はついてるぜ。座れ。くそ、変な希望持たせるんじゃねえ。ったく。ほら、次はお前がやる番だ。この付近にある自販機一通り回って調べてこい。うん、あとゴミ箱もな。金になるものが捨てられるかもしれないからよ。分かったよ。俺は先に戻ってるからよ。お前も調べ終わったら戻ってこい。この町は危ねえ連中がたくさんいる。あまり遠出しないようにしろよ。じゃあな、しっかりやれよ新入り君。どうだった？頑張ったんだ。稼げた分はたったこれだけだ。村長、
こいつが話してた男です。で、なんだ坊主。一番と言います。わけあって撃たれたんだろう。そりゃ腐るほどわけもあんだろうよ。はい、体が回復するまでここに置いちゃくれませんか。これっぽっちですが、金も用意しました。てめえが稼いだ金だろう。せいぜい盗まれないようにするんだな。え、受け取ってもらえないんですか。俺はここにいちゃダメってこと。ここに住む人間にとって重要なのは金よりも身の安全。はい、わかります。自分で働いて律儀に金を持ってくるような新入りなら島を荒らすようなことはしねえだろう。ありがとうございます。村長の恩義必ずお返しします。恩義？ヤクザか、お前。ええ、つい最近まで。ええ、当の昔に見捨てられてたみたいなんすけど。何があった？話せ。18年も無所勤めした子分を撃つなんて、なかなか根性のある親分だな。辛いか？辛いとかどうとかって、そう、何とも言いようがないっていうか。やるよ。ありがとう。尻尾はちぎってこんな風に酒に入れてみな。ヒレ酒だ。体が治ったら出ていくもよし、住み続けるもよし、好きにしろ。本当にありがとうございます。で、明日からどう暮らすんだお前。自分の食いぶちは自分で何とかしろよ。分かってる。じゃあ朝5時半に出るぞ。とりあえず無難に缶でもやるか。缶？缶拾いのことか。そんなに早く起きんのか。早いもん勝ちの奪い合いだからな。寝坊したら置いてくぞ。分かった。やる以上はバッチリやるぜ。おう。ああ、はい。なんだ。へえ、
チャリに乗るのも久しぶりだな。そいつはただのチャリじゃないぜ。こま、チャリに乗っ。ちなみに、そいつは後ろに漕ぐとバックもできるんだ。結構便利なんだぜ。よしよし、大丈夫そうだな。じゃあその辺一周して缶拾ってこい。ここの川沿いは結構空き缶が落ちてるスポットなんだ。まずはまっすぐチャリこいで探してみな。ねえ、わかったよ。ん？落ちてる落ちてる。なんだ。全力で漕ぐって気持ちいいな。ただ勢い余って壁に激突しないように気をつけねえとな。の、あそこにも缶があるな。なんだあいつらは。おいおい、あいつらも缶拾うのかよ。缶拾いにもライバルがいんのか。ま、そのくらいの方が張り合いがあっていいな。一周したし、ぼちぼち缶さんのとこに帰るか。チャリには慣れたか。ええ、まあそんなもんよ。弱肉強食。アドバイスをするとしたら、他の奴らに狙われた時はさっさと逆に奪い取るか。てなわけで次が本番だぞ。決めた時間1秒でも過ぎたらまともな報酬は。時間内にこの駐車場の前に拾った缶が多いほどバックも大きいが、欲を張って時間アウツなのか。じゃあ頑張って。もういいよ。これは新記録じゃねえか。よっしゃ、掃除完了だ。お疲れさん。エコポイント、缶拾いの報酬は。エコポイントは缶水分分直接金を渡すといろいろ面倒なこともあんだ。ポイント制にすることで統率取れてるんだ。ほう、結構集めたじゃねえか。新入りにしちゃセンスあるな。んじゃ、おっ、設置が。あとエコポイントは換金するより。へいへい。俺んちはここの駐車場だ。生かしてんだろ。わかったぜ。
どうだった？すげえ頑張ったのに、これっぽっちだ。ホームレス家業なんてそんなもんだ。今日は特別に飯をご馳走してやるよ。いいのか？栄養失調で倒れられたら迷惑だからな。米が食いてえのは百も承知だが、今朝はパン屋の廃棄日でな。文句言うんじゃねえぞ。コッペパンか。なんだ、文句言うならやらねえぞ。そうじゃねえ、大好きなんだよこれ。あ、無所の中じゃ毎日くせえ麦飯ばっか食わされててよ。でも週に1回だけ普通のコッペパンが出るんだ。それが楽しみでしょうがなかった。なんで普通のコッペパンだろう。普通ってのがいいんだ。むしろ普通の場所じゃねえ。くせえ飯を食ってるとそれを嫌ってほど思い知る。俺にとっちゃコッペパンの普通の味ってな、シャバの味だったんだ。シャバの味ね。ほらよ、いただきます。きうめえ。面白いやつだな。おい、集金屋が来たぞ。今月は随分と早いな。今から今月分を回収する。各自金を用意して寝床の前で待て。なんだあいつ。集金屋のテイっつってな。寝床料って名目でホームレスから金を巻き上げてんだ。はあ、なんで金払わなきゃいけねえんだ。ここはあいつの土地なのか。そうじゃねえが、俺がここに来る前からそういう決まりになってんだ。そんな金払う必要ねえじゃねえか。拒否すりゃいいだろ。俺だって毎回ぶん殴ってやりたいと思ってるさ。だが支払いは村長が決めたルールだ。村長が？噂じゃてえはハンピン・リューマンのメンバーらしくてな。ハンピン・リューマン、偉人町に昔からねじろがある中華マフィアだよ。奴らを敵に回せば何されるかわからねえ。殺されかねねえからな。何がマフィアだ。よし、恩義を返す時が来たな。やめろ。村長はここの平和を維持するために渋々支払いを飲んだって話だ。村長の考えを無視する気か。それはだからおとなしくしてろ。それより一番、2000円持ってるか。いや、とてもそんなにねえよ。やべえな、俺も自分の分で精一杯だ。一番、あん中に隠れてろ。俺がうまくやる。絶対動くんじゃねえぞ。なあ、分かったよ。よう、なんだちゃん、ケーキはどうや。ケーキのいいホームレスなんて言いやしませんよ。そんな余ったれたこと言ってっから社会復帰できねえんだよ。毎日酒飲んで寝てだらしねえ暮らししやがって。おっしゃる通りっす。すんません。
ナンバー、このでけえのお前のか。ちょっと荷物が増えたんすよ。荷物？おい、中身確認しろ。お待てよ、俺にもプライバシーってもんが。てめえみてえなグズにあるわけねえだろ。やめろ、触んじゃねえ。ちわーすの。いやー、ごめんよナンバさん、やっぱこんな奴らに我慢することねえよ。誰だお前。昨日からここでお世話になってるもんで。そうか、だったらてめえもここの住人ってことだよな。住むからには払うもんきっちり払ってもらうぜ。金はねえ、ま、あったところで払う気もねえ。おいナンバー、めんどくせえの連れてきやがって。しかもそれを俺らに黙って書こうなんてよ、後でたっぷりお仕置きだぜ。この人は俺の命の恩人だ。その手どけろ。はあ、かっこいいね。まあお前みたいに尖った信号は時々いるんだよな。だが負け犬はどこでどんだけ吠えようと、所詮負け犬の遠吠えってやつよ。そういうバカには体で思い知ってもらうしかねえな。止めねでくれよナンバさん。止める？冗談じゃねえ。止めても殺されて川の底に沈められるだけだ。こうなったらこいつら一発でも殴ってから死んでやる。ナンバてめえ、何信号に混ざれてんだ。二人まとめて空き缶一つ拾えねえ体にしてやんぞこら。よっしゃ、行くぜ。後悔すんじゃねえぞ、やってやるぜ。俺の番だな。なめんなよ。はいよ、やってやるぞ。とっておきだ。ほら、うわー、これ来た。してみろ。なめんなよ、来やがれ。とっておき、見てろよ。ほら来いよ。これで逃げるなら今のうちだ。よし、行くぞ。ほら、俺の番ね。とっておき、見てろよ。行くぞ。俺の番だな。見せてやるよ。おい、来た。してみろ。問題にぜ。殺せ。お前。よし、行くぞ。取っておけ。やってやるぞ。ほら。おい。なめんなよ。おら。なあ。俺の番だな。見せてやるよ。よし、行くぞ。とっておきだ。ほら、行くぞ。すっきりした。俺の番ね。してみろ。とっておき、見てろよ。よいしょ。俺の番だな。見せてやるよ。やるのか。おい、うわ、
強くなった気がするぜ。上の男。てめえ、てめえ、俺がハンピンジューマンの人間だって分かってんのか。ここのホームレスから2000円ずつ集めてもよくて10万そこらだ。そんなせこいしのぎに精出すチンピラが生きがってんじゃねえ。本当にいいのか。デューマンを敵に回せば命はねえ。今詫びを入れれば今日のことは忘れてやる。そういうのをさ、負け犬の遠吠えっつうのよ。うるせえ。最後のチャンスで謝るなら今のうちだ。さだから謝らねえっつうの。後悔しても知らねえぜ。よく吠えるな。じゃあ謝んねえとどうなるんだ。ハンピンなんとかってのがやってくんのか。ハンピンなんとかそんなに強えのかよ。当たり前だ。横浜最大の中華マフィアだ。おい、てめえらよく分かってんだろうが。はあ。で、その最大の中華マフィアの幹部連中がここまでわざわざ来んのかよ。何？じゃあさっさと帰って幹部に報告しろ。小遣い稼ぎしてたらホームレスに帰り討ちにされましたってよ。でもどうかな。じゃあ俺らが敵取ってきてやる。なんて優しいこと言って出張ってくれんの。おめんとこの幹部はそんなに暇か。暇マフィア？あ、ヒマフィアか。ふざけやがって。ふざけじゃいねえ。おめえも組織の人間ならわかんだろ。幹部が下っ端のいざこざくれえでいちいち出張るなんてしねえことくらいよ。こらめ！てめえ、これで全て思うんじゃねえぞ。後できっちり筋通させてもらうからな。うるせえ。だいたいここはリューマンの島の外だろうが。マジか。そりゃますますまずいんじゃねえの、ていちゃん。何？俺は横浜のことは詳しかねえけど、縄張りくらいはきっちり決まってんだろう。あんたにとっちゃ軽い気持ちの小遣い稼ぎでも、やってることは立派な島嵐だ。自分とこの縄張り超えた上にホームレスからは返り討ち。組織のメンツも丸つぶれか。どう報告するか大変だなこれ。貴様ら。なあていちゃんよ、下っ端ってのはきついよな。俺もよくわかんだよ。でも弱いもんいじめはよくねえよ。うっしゃ。今日のところは開けてやる。帰るぞ。そっか。じゃあ次はなんか食いもん持ってきてくれよ。勝手なことをしてくれたな。いや、でもこれでも奴にビビる必要ないっすよ。次にあいつらに手を出したらすぐに出て行かせる。俺らにとって一番重要なのは明日の寝床なんだ。忘れるなよ。いいな。あんなに怒ることはねえのによ。いや、すまねえ。やっぱ俺勝手なことやっちまったよな。いや、お前の見立ては間違っちゃいねえよ。おかげでずっと溜まってた怒りが発散できたってもんだ。俺だけじゃねえ、見てたみんなもすっきりしたはずだ。礼を寄せ。そんな礼なんてやめてくれよ。しかしお前は人を怒らせる天才だな。は？わざとじゃねえよ。それにそんなのやべえだけだろ。間違いねえ。でもな、厄介な才能でもその人間の魅力には違いねえ。そんなもんだ。どうだかね。しかし知らなかったな。横浜じゃ
中華マフィアがあんなに幅を利かせてんだな。中華マフィアだけじゃねえ。この町を仕切ってるのは偉人さんだ。偉人さん？赤い靴開いてた女の子、偉人さんに連れられて行っちゃったと。さっきのテイが所属しているのが中華マフィア、ハンピン・リューマンだ。そしてこっちがコリアンマフィア、つまり韓国の組織だな。もちろん日本のヤクザもいる。その名も横浜青龍会。この3つを総称して地元の人間は偉人さんって呼んでるな。じゃあ横浜青龍会ってヤクザはやっぱり近江連合の傘下なのか。バカ言え。青龍会は未だに一本独行を貫き通す筋金入りだ。じゃあ偉人町に近江連合は？近江連合どころか、偉人町には東条会さえ入ってきたためしはねえ。日中間によるこの鉄壁は肉の壁って言われるくらい頑丈だ。よその勢力は決して入ってこれねえ。肉の壁か、すげえ例え方だな。じゃあその3つが連携して町を守ってんのか？連携？そんなことしてねえさ。この3つはな、昔からバッチバチに睨み合ってんだ。え？じゃあ明日にでも戦争が起こったって不思議はないんじゃ。まあ冷戦状態だな。冷戦？何か少しでも摩擦が起こればいつ爆発してもおかしくねえ火薬庫みてえな状態ってことだ。なるほど。一番よ、いつ爆発するかもわかんねえ火薬庫に盗みに入る気になるか。冗談じゃねえよ。だろ？つまり冷戦状態である限り外部の組織は横浜に手を出さねえ。出したくたって出せねえ。一触即発だからこそ侵略者を防いできたってことか。でももし火薬庫に火がついて横浜の内部で戦争が起きちまうことだってあるんじゃねえのか。考えたくもねえな。あの3つの組織はそれぞれがマジで半端じゃねえ。それこそ核爆発くらいの衝撃が走るんじゃねえかな。でも随分長いこと戦争もしてねえんだよな。だったらもうそんな気もさらさらねえだろう。意外とその偉人さんの幹部ってのも冷戦にかこつけてのんびり構えてるんじゃねえ。それは違うな。三つのトップはそれぞれが最強を目指し合うことで冷戦が保たれてるってことを誰よりも知ってる。むしろ日々組織力を高めて成長を続けてるはずだ。火薬庫のデカさは増すばかりか。横浜の裏社会で生きるってのはそういうとこで生きる覚悟が必要ってことだ。なるほど。十分気をつけろってか。まあな。でも一番、お前はラッキーだったんじゃねえか。あ？なんでだよ。お前は近江に寝返った親分から撃たれた。そして誰に運ばれてきたかは知らねえが、この横浜に来た。でもここ横浜は関東で唯一近江の手垢がついてねえ場所だぞ。まあ、少なくともここにいれば安全なんだからよ。そこはラッキーだろうよ。でも俺は偉人町でのんびりしてていいのかな。じゃあさっさと出てけ。止めねえから。分かってるよ。すぐに出てくるよ。何すんだよ。当分無理だ。無茶すりゃまた倒れるだけだぞ。口で言ってくれりゃ分かるっての。
なんだそれ。やばい、隠せ一番。え、ま、万札だ。あいつ万札持ってるぞ。万札だ。おい落ち着け。俺昨日この辺で万札落っことしたんだよな。何言ってんだよ。これは一番のもんだ。え、いや俺は万札なんて覚えがねえんだけど。ほら見ろ、やっぱ俺のだ。ほら返してやれ。いや久しぶりだな、ゆきちゃん。もう一生会えねえかと思ったぜ。今綺麗にしてやっからな、待ってろよ。なんだこれ。どうした。裏が真っ白、おもちゃの札じゃねえか。いや、ちょっと待て、こいつはおもちゃじゃねえ。表はどう見たってモノコンの万札だ。それに透かしだって入ってる。え、おもちゃで透かしは入れねえやな。じゃあ裏はねえけど一応本物か。5000円分は使えるとか。アホ、ってことはつまりこれって偽札。え、偽札。 お前どこでこれを手に入れたんだよ。違う、これは俺のじゃねえ。俺が落としたもんだって言ってたのは誰だ。俺が万札なんて持ってるはずねえだろ。持ってりゃ特に使ってるよ。分かってる、やめろ二人とも。お前のだろ。お前なんでこんなもん持ってんだ。こんな厄介なもの持ち込みやがって、いい迷惑だ。あのな、こいつをここに置いとくともっと厄介ごと持ち込むぞ。こいつは追い出すべきだ。だから知らねえっての。偽札なんて全く覚えがねえよ。嘘つき。じゃあこれはどっから出てきたんだよ。待て、確かにこれは一番のポケットに入っていた。だがポケットには撃たれた穴が開いてるんだ。もし一番がもっと前から持ってたとしたら、万札にも銃弾の穴が開いてるはずだ。だがこいつは開いてねえ。撃たれて気を失った後自分で入れるなんてこともありえねえ。つまり撃たれた後誰かが一番のポケットにこいつを入れたんだ。誰が、何のために。わかんねえよそんなの。まあここに運んできたやつなのかな。でもそれが誰なのかもわかんねえんだよな。ああ、そもそもなんで俺がここに運ばれてきたのか、なんでそんな札があんのか、本当に訳がわからねえんだよ。嘘じゃねえよ。とにかく俺たちは警察が絡むような揉め事はごめんだ。そんなもんさっさと捨てて、もう騒ぎ起こすんじゃねえぞ。騒ぎにしたのは誰だ。村長に報告するぞ。南波さん、そりゃ勘弁して。で、分かった、約束する。騒ぎや揉め事には気をつけるから。やっぱ俺はここにいるべきじゃねえよ。だからって他に行くあてもねえだろ。だけどどこへ行ったってここよりはマシな気がするぜ。え？一日足を棒にして働いてこのざまだぜ。そもそも世の中にはよ、これっぽっちよかもらえる仕事っていっぱいあんだろ。あるだろうな。あるだろうなってじゃあやろうぜ。どの当てがあんのか。そんないい仕事を紹介してくれる知り合いでもいるのか。え、いや、そうだ、ハローアクリでも行けや、なんかあんだろう。あのな、簡単に言うんじゃねえよ。みんな聞いてくれ。何する気だ。なあみんな、なんでこんな暮らししてんだ。
一度でもハローくらい言ったか。言ってねえって顔だな。あんたたち体力はあるじゃねえか。手先の器用なやつもいるし、料理がうまいやつだっている。なのになんで仕事を見つけようとしねえ。めんどくさがってんじゃねえよ。おいおい、トラブルと揉め事から逃げてこんなしょぼいぬるま湯みたいな暮らしを続けんのか。ここで一生終えてえのかよ。俺はごめんだぜ。一緒にハロワに行って仕事にありつこうぜ。どうしても行かれってんなら腕づく。いい加減にしろ。みんなそれなりの理由があってここにいるってのは忘れたのか。なあ、わけありってことだろ。覚えてるよ。でも多少のわけがあったってここに居続けるよりマシだろ。めんどくさがらなきゃ働けるところぐらいあるさ。前科持ちでも大丈夫だって。てめえ勝手に決めんじゃねえ。な、ここには前科者も確かにいるさ。でもほんの数人だ。ほとんどのやつは罪人なんかじゃねえ。騙されて借金の保証人になっちまったやつ。家族のために頑張ったが期待に応えられず、その家族にも逃げられて途方に暮れちまったやつ。みんな心が折れて仕方なくここに流れ着いてきたんだ。お前心が折れちまった人間の気持ちが分かんのか。みんな家族や親兄弟もいて捜索の願いも出てる。待ってる人間がいるって分かってんだ。そりゃそこに帰りてえさ。でも帰れねえよ。折れた気持ち引きずったまま帰れやしねえ。そんな奴らを無理やりハローワークに連れて行くだ。そんなことしたら一発で居所がバレてまたどこかをさまよわなきゃなんねえんだぞ。働くのめんどくさがってるだと。みんなまともな仕事をやりてえよ。でもそういう仕事に就きたくてもそれができねえ事情があるんだ。だから遠回りでもここで頑張ってんだよ。すまねえ。てめえの価値観を押し付けんのはやめとき。まあでもよ、例外もいるぜ。え？一番の言うように前科者でめんどくせえことから逃げてるだけのやつも一人いるな。は？俺だよ。確か難波は元看護師だったよな。なんでホームレスに。んな話はどうでもいいんだよ。お前の演説には一理あんのも確かだ。よし、思い立ったら吉日だ。一緒に行ってみっか、ハローワーク。